いよいよ10回目でございます。こんにちは、こんばんは、おはようございます。みつでございます。第10回目の天神実況あやつりつかさ編やっていきたいと思います。ちょっとクラスから孤立してしまったあやつりさんですが、大丈夫なんでしょうか。個人的には不安ですが、まあイベントが出てくるのはちょっと待ちましょうかね。ああ、やっと来たよやっとイベント出てきたよ。あやつりさんと話がしたいな。ちょっと行ってみましょう。久々に出てくるような感じがしちゃいますね。ああ、はあ。だからマラソンは嫌なんだ。走っても走っても終わる気がしないよ。ねえ、俺もどっちかっていうと短距離派なんで、長距離は嫌いだったな。しかもあと10周だなんて、うわ、気が遠くなんな。走り終わった人から戻っていいなんて、先生の手抜きじゃないのか？はあ、はあ。いいな、女子はドッジボールか。危ないぞ、怪我するよ、ドッジボール。あれ？なんだ？梅ちゃん、やっと気づいたみたいだな。なんだなんだ、梅ちゃんに梅原、どうして片方のコートにはあやつりさんしかいないんだ。うわ、いじめか。まさか、もしかして負けてるのか。いや、最初からあやつりさんは一人だよ。何それ、それって残念だけど、どういうことだろうな。マジか、女子全員にいびられてんのか。外野は抜かして1対15か。おやしい。うわ、かわいす、いじめだな、おい高校生にもなってそんなことすんのか。カオルちゃんはどうしてんだろう。梅原、僕ちょっと本気で走るよ。あ？あ？ってさっき、ん？さっさと残り10周を終わらせなきゃ。そっか、頑張れよ。お、助けに行くんだな。うん、頑張れ頑張れ。混ざっていいのか分かんねえけど。出た、田口。なんかもう飽きてきたわね。そろそろ当てちゃいなよ。そうね、行くわよ。それ、当たった。おお、カオルちゃん来た、かっこいい。何ぼーっとしてんのよ。かっこいい。ヒーロー、どうして。ちょっと田中さん、あんたこっちのチームでしょ。そうよ、なんであなたがボールをキャッチしてるの。そっちつまんない。まあだよね、かっこいい。え、それとも私がいなかったら綾辻さん一人にも勝てないとか。そんなことないわよじゃあこれでいいわよね。やべえぞ、この二人に勝てる気がしねえクラストップ2だろ運動神経きっと。綾辻さんもいいよね。そうね、自己 PR 次第かな言うじゃない。まあきっとカオルちゃんもこういうの嫌いなんだろうな。私にだって選ぶ権利はあるでしょ。オッケー。お、当てに行ったんか。あ、磯前さん当たった、キャー跳ね返ったボールもいただき。どう、さすが補欠合格でどうかな。それで十分、どうせ試合が終わる頃には正選手だし。かっこいい。それと、ん、ほら、外野の田中恵子。田中恵子来た外野だったのね。あ、はい。お、田中さん久々。あたしがこっちに来たんだから、やる気出しなさいよ、やる気。頑張れ頑張れ田中さん。あやつじさんの目に留まる働きがなかったら、あとでスカートめくるからね。あー、どうしよう。これは悩むぞ俺は田中さんちょっと頑張んなくていいや後が楽しみだな。そりゃこれで3人よ十分すぎるくらいね。それじゃあ始めましょうか。そっか、田中さんは出てこないのか、残念。そうね。おお、かっこいいぞかっこいいぞ。なんかさすが田中さんね。まだまだこれからよ。でも油断は禁物よ。なんか別のなんかな物語が始まってるけど。油断するほど退屈してないわよ。すごい、なんか漫画できそうドッジボールの退屈させてあげましょうか。冗談でしょ。すごいな、これ変態出る幕ないんじゃない。あ、ごめん、当たっちゃった。あ、マジか。ううん、大
丈夫。あと3人ここで負けたらカッコ悪いわよ。すげえな、1対15でやってて、外野抜きで1対15って言ってたから、でその中にカオルちゃんも入ってて14対2になって、あと3人ってことは何、11人倒したの。すげえな、そう、ね、すげえな。やれるだけはやってみるわ。ありがとう花松さん。うん、私は楽しければ何でもいいのよ。そっか、よかったね。残りは1人。すげえ、2人倒したのね。よく頑張った。お前かもう終わりよ、ボールはこっちにあるんだし早く負けちゃいなさいよ。あ、あぶらぶら、どうなった。おお、男子が割り込んできた、はあ、間に合ったかな。ちょっと神林くん、どうして女子の体育に割り込むのよ。僕はもう課題を終わらせたから暇なんだ。タイムを測ってたら学校新記録間違いなしだったぜマジか。だってさ、すげえ梅ちゃん走りながら言ってんのかなだからって。じゃあ通りかかったらボールが飛んできたから受け止めた歩くときは周りをよく見た方がいいわよ。かっこいいな、これから気をつけるよ。ということで、あやつりさん、あとよろしく。僕もう足腰ガタガタで投げられないよ。うん、それじゃあ行くわよ。せい、せい、当たった。いじめ良くないあやつりさんは、ああいた。あやつりさん、ちょっと待って。さっきはありがとう。ううん、いいよ。それで、私に何か？うん、ちょっとあやつりさんと話したいなって思ってたんだ。そう。さっきの体育のチーム分けのこと、気にしてくれてるんだ。うん。あれって、近頃クラスの友達と全く話してないのが関係あるのかなって。友達？何言ってるの？もともと私に友達なんていないわよ。今と一緒で昔からずっと一人だし。そんなことはないと思うけど。あ、もしかして周りにいた人たちのことを言ってるの？うん。あんなのお互いに便利だからくっついていただけでしょ。友達とは言えないわ。そんな言い方って。言い方が良くないなら共存関係に訂正言いたいことは分かってる。でもね、私はあなたじゃないの。これで察してもらえるかな。ううん、よく分からないよ。うん、仕方ないな。まとめます。あなたと私の価値観は違うの。だからあなたの価値観を私に押し付けないで。あやつりさん、気にかけてくれてることは純粋に嬉しいと思ってるけどね。それじゃあ私着替えるから。ああちょっと待って。待ちません。あやつりさんまあ伸びたね、伸びたはいいけど、まあそうだね、価値観はいろいろだからね。どうなんでしょうね。梅原を誘って学食にでも行こうかな。行こう。腹減ったな。まああんだけ走りやな、腹も減るわ。さてと、梅原でも誘って学食に行くか。おい梅原、あれ梅原が見当たらないぞ。あーそういえば今日は珍しく部活の集会に出るとか言ってたっけ。へえ、しょうがない、一人で行くか。お、今日は若干空いてるような。久しぶりにゆっくりと昼飯を満喫していくか。さーて、どのメニューにしようかな。こうして昼休みを満喫した。うん、たまには一人でのんびり食べるのも悪くないよな。え、それだけ全然関係ねえじゃん。
あやつりさんなんか一回も出てきてないよ。おう、強戦員。あ、そうか、誕生日でした。そういえば今日忘れてました、忘れてました。さあ、ピンポン来ました。ん、お客さんかな。これでな、他の子たちが来たらびっくりしますけど。たく、誰もいない時に限って。はーい、よっと。お、うん、来たね。遅い、3秒で出てきなさいよ。はい、ピンポンで出て3秒で出るって結構ハードル高いよ、あやつりさん。え、あやつりさん、返事は？はい、あー、うん、ごめん、僕が3秒でへこんだよ。今更だけど、本当に同一人物なのか。素直によろしい。それじゃあ、ご褒美よ。なんだなんだ。え、これって、今日誕生日でしょ。うん、でもどうしてそれを。私にかかればそれくらいね。ありがとう。それとこれも。なんだ。あ、うん、2個。ん、この白くてよく伸びる布切れば。まさか。なんだ、あやつりさん、確かに今日は僕の誕生日だけど、こんなものもらっちゃっても。あ、何言ってるの。それ玄関の横に落ちてたから拾ってあげただけよ。なんだ、洗濯物が風で飛ばされたんじゃないの。なんだよ。そういえばこの黒猫のプリントは宮野じゃないか。なんだよ。そうだ、もしよかったら上がってってよ。え、ううん、今日は遠慮しておくわ。何か用でもあるの。そんなものを握りしめた人の部屋には入りたくないから。まあでしょうね、妹のな、もの握りしめてる人はやだな。だってこれは。それじゃあね。あ、行っちゃった。ああ、送ってってあげればよかったのに。そうだ、プレゼントあげてみるか。参考書、勉強しなさいアホって。おお、小説とバースデーカードだ。へえ。何何、私の一番好きな物語をあなたに届けます。おお、これはかなり嬉しいぞ。イエス、かなり悲惨なので覚悟して読んでね。でもあやつりさんにプレゼントをもらえるなんてな。よし、早速読むとするか。悲惨なんだ、マジか。まあもらえただけありがたいよな。そろそろあれだね、会話やっておかないとダメかな。この前たまったしね、1個だけ。にしししし、にししし、プレゼントもらえてよかったね、にに。もらえたけど、みやちゃんへのプレゼントもあったぞ。落ちてたってさ、恥ずかしいな。よし、寝ます。そろそろあれだね、デートね、考えていかないといけないですよね。これは昼休み、どうなんだろう、行けますかね。あやつりさんを誘って学食に行こう。うん、行ってみましょう。さてと、昼飯でも。そうだ、たまにはあやつりさんを学食に誘ってみようかな。あやつりさんはと、あれ、見当たらないぞ。クリスマスイーンじゃなくなってもまだまだやることがあるんだろうな。しょうがない、一人で行くか。お、今日も若干空いてるような。よし、ゆっくり昼飯を満喫するかな。さーて、今日はどのメニューにしよう。いないのかな。こうして昼休みを満喫した。お昼ご飯は美味しかったけど、やっぱりあやつりさんと一緒に食べられたらよかったのにな。なんだろうなんだろう。放課後、あやつりさんが校庭でリフティングしてるぞ。パスをもらおう。リフティングなんかやってんの、なんで。ここにもいないぞ。あやつりさん、一体どこにいるんだ。まだ教室にカバンがあったから帰ってないと思うんだけどな。あと探してないところっていうと、いた。
あ、いた、あやつりさんだ。でも、どうしてリフティングなんかしてるんだ？しかも結構うまいぞ。よし、パスをもらってみるか。あやつりさん、パス。え？ああ。ああ、失敗しちゃったかな。終わっちゃった。いい感じだったのに。あ、ごめん。はい、パス。うん。だって、これバレーボールじゃないか。あらば。サッカーじゃないんだ。そうね。バレーボールは蹴っちゃダメだよ。うん、まあそうだな。ルール的には蹴るのもありだけど、あれはな、緊急の時というか。ごめんなさい。それで？え？私に用があるんでしょ？探してたって顔してるわよ。ああ、うん。ちょっと話したいというか、聞きたいことがあって。そう。あのさ、どうしてあやつりさんはいつも寂しいことばかり言うのかなって。寂しいこと？友達はいないとか、ずっと一人とかで。うん。考えてみても僕にはわからなくて。わからないでしょうね。あやつりさん、なんだ？おお、どうした？ああ。少しだけ独り言言うね。私にはね、自分がないの。目標を追いかけることが今のすべて。言うなれば、そのためだけに生きてるってこと。今さらそれ以外の生き方なんてできない。最初から自分の世界を持つことを許されてないから。過剰なエリート意識を持つ父、一つのものの見方しかできない母と、何も知らない姉、そんな居場所しか私にはなかった。大嫌いな家族に囲まれて毎日を過ごすの。だからかな、小学生になる頃にはもう今の私になっていたわ。早く社会に出て自分の居場所を獲得したい。社会というものに自分を認めてほしいって。面白いでしょ？親に認めてもらえなかった子供が社会に認めてもらえるのよ。だからそれまでは私は誰にも負けられないの。利用できるものはするし、邪魔になりそうなものは事前に手の内に丸め込む。あ、そうそう、ここのポイントは排除しないってことね。敵は作らないのが私流よ。すべては自分のためにね。そんな、あやつりさん。あやつじ。そっか。あれ。だったら。あやつじさん？私は誰？ああ、あやつりさん。今の、なんだ？何かがおかしかった。とりあえず追いかけないと。家族のせいで自分がないなんて、あれだけ完璧なあやつりさんが全部努力で作り上げたものだったなんて、そんなの絶対違うと思う。あやつりさん、待って！さっき様子が。大丈夫、少し不安定になっただけ。あなたのせいでね。あ、僕の？ええ、あなたがいると私の本当の目標が何かわからなくなるのよ。そんな。追いかけてきてくれたのは嬉しいけど、今日はもうごめんね。あ、うん。あやつりさん、うん、伸びるは伸びるけどなんかな。伸びるんだけどなんかな。
辛い家族関係の中で過ごしてきてたんだね。だから家族からは認められたことがないってことかな。それはそれでかわいそうだな。ちょっとは女の子と仲良くなった？ちょっと支えてあげないといけないな、この変態が。またよし、セーブします。よし、セーブを済ませてきましたが、時間がちょうどいいぐらいなんで今回はここまでにしておきます。果たしてデートはできるのか、そこも期待していただければと思います。 Twitter とブログやっておりますので、ぜひ覗いてみてください。では次回の実況でまたお会いしましょう。バイバイ。